本物だ。はい、とりあえずですね、羽田到着しました。今から小田原の方に向かっていきます。ゲーム、海の季節か、7月だもんな、暑いし。はい、ということでですね、今小田原の方に到着いたしまして、こちら小田原城となっております。イギリスのですね、クラウドファンディングでご支援いただきました講演会のリターンの方に行ってこようと思ってます。稽古会一生懸命頑張っていきたいと思います。小田原到着。すごい、小田原の街並み、街並みって言うんですかこれ。おはようございます。ということで本日は小田原講演会行ってこようと思います。行ってきます。今回ですね、中高生がいらっしゃるっていう風に聞いているので、しっかりですね、私自身が考えることを丁寧にお伝えすることできるんじゃないかなと思っております。一生懸命頑張っていきたいと思います。内村先生のサインが飾っています。すげえ、本物だ。やっぱ隣見てこいつには勝てないなと思うことがまず大事だと思うから、例えば試合とかでも負けていいやって思いながら試合しちゃったら勝てるわけないから、でその隣にライバル意識を持ってまずやってほしいっていうのが1点目ですね。1つ目の足さばきなんだけど、攻める時って確かに動いてる、動いてる、動いた足さばきするんだけど、この時にじゃあ何が大事だと思う？椅子でも打てる、椅子でも打てる、正解です。すぐ先生答え言っちゃって、皆さんに考えてもらってるのに。そう、いつでも打てる足。じゃあいつでも打てる足ってじゃあどんな足さばきっていうか、どうやったらいつでも打てる足ができるんでしょう。考えてよ。はい。左足に体重乗ってる。お、左足に体重乗ってる。正解です。すごいね、答えがすぐ出るね。そう、左足に乗ってることが大事なんです。じゃあ左足にじゃあ常に体重乗ってることをするためにどうすれば極論いいと思いますか。言葉で説明できるように。なんで僕こんな風に聞いてるかっていうと、剣道で自分でこう考えることってすごく大切なの。例えば試合中、相手めっちゃ面打ってきてるけど面の対処方法分かんなかったら対応できない。でも先生がデコテ打てって言ったらデコテ打って当たった、勝てるかもしれない。でもそれって自分で解決してない。剣道って一人でこうこの試合場でやることだから、自分で考えて、自分でどうやったら強くなれるんだろう、どうやったら当たるんだろうって考えないといけない。だからこうやって僕質問してる、どうやったら左足に乗るのか。お、何？前傾姿勢。前傾姿勢なのだ。ああいいね、そういう方法もあるね。前傾姿勢にならなかったら左足に重心乗れるね。はいはいはい。左足で左足で立つ。面白い、なかなかここで出るとは思わなかった。まあ極論言うと左足だけで立てばさ、左足に重心乗るよね。確かに単純なことだけどそうなんだよ。でもこれをじゃあ攻め足の中でどうやって作るかっていうのが今度問題になってくるよね。その時にこの攻め足の時に右足を上げればいいんだって要は思ったんだよ。左足で立とうと思ったらこうなっちゃう。でも攻め足の時に右足をこう要はちょっと浮かしとくと、この時って左足に乗っとるよね。この時に今右足に重心乗ってる人っている？この時にいないよね。要は攻め足の時にもう右足が浮いとれば左足に常に体重が乗ることができるなって思うんですよ。じゃあその練習ちょっとやっていきましょう。止まるときにこの場で止まる人が結構多かった。前に行って小さくなるんだけど、このまま状態から右足を蹴って下がる人が多かった。でももう少しで速くするためには右足ついた瞬間に重心を後ろにするんだ。こう逆もしかり前に行くときは後ろに行って前に重心を乗せ替える、で後ろに乗せ替える、はい、前後に乗せ替えるっていうのが大事。
強いだと超もちろん大事です。それよりも僕はやっぱ足の踏み込みだったりとか足の使い方、その後のくっつき方とかのが大事なの。例えば打突強く打ちますね。今から強いよね。まあまあそこそこ痛いよね。これ次ちょっと軽く打ちますっていう打ち方、強く打ちます。ほとんど変わんなくない？音的には強く打とうが軽く打とうがほとんど変わんないの。俺の踏み込むようになってるよね、多分。ってなるとやっぱ一歩なりやすいんだよ。なんで打突力っていうよりもこの踏み込みの音、この今全然痛くなかったでしょ。でも音鳴ったよね。音をちょっと意識して、周りわかんないと思うけど相当軽く打ってる、ほんと触ってるみたいな。でも音が鳴ると一歩に見えるから、音の出し方とかも研究してほしい、固定打つときは。はいはいはい。
なのでできるだけ下に行く、下に落ちるような打ち方をする。その中でどうやって面布団を捉えるか、今早く行こうとしたんでちょっと面がね気味になってます。これをちょっと僕の中なんですけど、この左手を右手のここにつけるような打ち方で打ってます。はい、こんな感じで自分がどうすればパコンと音が鳴るか、面布団を捉えれるかっていうのを研究してみてください。ラーメンの大西さんに来ました。めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。うん、しっかり味がしてる濃いめの。ということでですね、一旦午前の部が終了して、まあ、昼休憩してですね、この後試合稽古みたいな感じで、まあ、試合をちょっとやって、その後地稽古するっていうような感じとなっております。ということで今から試合頑張っていきたいと思います。行ってきます。はい、ということで小田原講演会でですね、7人制の試合をさせていただきました。中学生チームにね、私が混ざってやったんですけれども、もう素晴らしいことですね。前2人が女子の選手となっておりまして、女性同士の戦いですね、この後つなげの技とかもいいですね。はい、ここは先方戦勝ちとなっております。で、次の子はですね、面打ちがね、めちゃめちゃ早いんですよ。はい、こうね、振りが小さいって感じですかね。ここも先に当たってるんですけれども、打った後がね、ちょっとこう、ここもね、先に当たってるんですけれども、打った後がどうしてもこう表現の方法というか、はい、ことかも振り小さいですよね。なので打った後とか、技の切れとかね、ここもほぼ同時なんですよ。なんですけれども、相手に上がってしまう原因を探っていくと思っておくなるんじゃないかなと思います。ここからも、相手チーム高校生に対してね、中学生が必死に戦う姿をぜひ見てください。もう最初1本取られてしまうんですけれども、この後ですね、はい、開始度をしっかり決めて、で、時間が来て引き分けとなっております。先方地方が勝ってですね、5勝は引き分けとなっております。やっぱ中学生と高校生なんで、相手一回りぐらいね、やっぱ体の体格差ありますよね。でもタイミングとかはすごい上手いですよね。高校生にも引けを取らない試合をずっとしていて、この時間となって一本勝ちとなっております。もう全然違う体格差が、でも、ね、いいところ打ってますし、飛ばされながらもね、こう負けないガッツっていうところも試合前にずっと伝えておきました。下がりながら引き込んで面打ちですね。で、ここも時間が来て勝ちと、まあ、この時点でもうチームはね、勝ちが確定している状態となっております。で、この副所の子だけね、高校生となっておりまして、一緒にね、中学生チームに混ざってやりました。まあ、リーグとなっておりまして、まあ、1回戦で2回目が決勝っていうような形ですね。次決勝ですね。私これ上段相手なんですけど、私あまり上段がね、得意じゃなくてはい、下手くそなんですけども、打った後にこう返したりとか、引き技を狙ったりとかっていうところをいつも意識してますね。ここは中間間だったので、巻き落としたのが固定ですね。ここは相手が来たところ抜いて目みたいな感じで一本になって1回戦は勝ちとなっております。ありがとうございました。はい、ということでですね、7人制の決勝戦、まあ、2回目の試合ですね、やっていきたいと思います。先方戦見ていきましょう。まず最初やめがかかるんですけれども、この後最初にね、先に面を打たれてしまって面が痛くなっております。その後惜しい技はあるんですけれども、取り返すことができずに時間が来て一本負けとなっております。次方戦ですね。この子やっぱ面ちっちゃいで見ていてくださいね。振りがちっちゃいですよね。この後もいいところ打ってますよね。打った後がね、やっぱりここもめっちゃちっちゃくて惜しいんですよね。打った後をうまくできればね、もっと良くなるんじゃないかなとずっと思ってます。地方戦一本勝ちですね。相手中学生じゃなくて高校生ですからね。ここもいい面ですよね。相手選手はすごい動きが速い機敏な選手でしたけれども、こう裏面どう打とうとするところの裏面、よく判断できましたね。あそこの裏面、次方5勝が勝っております。
そしてここ中堅戦はですね、時間となって引き分けとなっております。次3勝ですね。ここは引き分け以上で勝ちとなりますかね。1本打った後の後打ちの面ですね。はい、ということで前3つが勝って次副賞大賞なので、ここでチームの勝ちはもう決定しております。まあ、1本取るシーンをね、皆さん見ていただきたいなと思います。ここ担ぎ面いいところですね。相手が下がっていくところを逃さず打ってました。はい、ということで副賞1本勝ち。最後私ですね。この子強かったですね。なんか終わった後とかも休学時代のですね、あのおもりの練習未来モンスターを見てですね、この巻き方どうするんですかって、わざわざ聞きに来たんですよ。これ面白い練習わざわざやってるなって思いましたね。なかなかいないですよ、おもりの巻き方どうやるんですかって。わざわざトラロープを準備してましたからね。こう、ね、あと逆動部分なんですね。やっぱ反応してしまうんですよね、あそこは。ここは時間が来て一本勝ちとなっております。楽しい試合でした。中学生チームでもですね、全然高校生にこう立ち向かっていけるんだっていうところをですね、お届けできたんじゃないかなと思います。身長差とか体格差と関係なく打つタイミングすごく大事です。頑張っていきましょう。これからも前で勝負決まってたから、だから中学生だから勝てないから、高校生だから怖いな、最終見てたな、高校生だからちゃんとするな、そういうやっぱそういう考えは実際にしていて、これからどうやったらこう倒せるかな、そういう強い気持ちでいけるかなみたいなことを考えながら、やろうと思っております。じゃあそのまま正座のままやりますか。嫌だね、絶対嫌だと思うんで足崩してください。ありがとうございます。大谷先生に聞きたいこと、小さい頃から意識していたこと、それから食事はどのようなことに気をつけていたか、この2つの質問です。小さい頃から意識していたこと、これ剣道についてかな。はい、はい、剣道で小さい頃意識していたことは、そうですね、まとめると結構負けず嫌いだったなっていうのがあります。それがやっぱ僕のこう成長していく中で大きなきっかけになったんじゃないかなと思います。小学校2年生の時から僕剣道始めました。2年生から始めて初めての大会だったんですけど、個人と団体まさかの準優勝、初めての大会で、まあ、そんな大きくないめっちゃちっちゃいあの大会だったんだけど、まあ剣道やってる子に負けて、それでもう大号泣して、もうそっからだね、もう本当に剣道いやいや始めて、親から連れて行かれて始めたんだけど、もういやいやだったんだけど、そのきっかけで負けて悔しいなと思ってから一気に自分で研究しだした、素振りしたり、自分でなんか引き技練習したり、木刀、重い木刀をある日見つけて素振りしたら、おなんか普通の竹刀振った時軽く感じるみたいな、そんな気づきもそこで出たし、小学校の時にランドセルある、あん中にダンベルをランドセルの中に詰め込んでそう入れて10キロぐらい入れてたら大体1ヶ月ぐらいでぶっ壊れた。で親から怒られたんだけど、そういった練習をしだしたのもやっぱこう負けて悔しいなと思ってからのがきっかけかな。なので小さい頃から意識してたのはこう負けず嫌いで、負けた悔しいな、どうしたら強くなれるかなっていうのを考えること、今日言ってたよね、ずっと考えること考えることって言ってたと思うけど、そういったところから実はやってた感じでございます。で食事はどのようなことを気をつけていたか、これはですね、とにかく太ることですね。僕は確かに栄養的にこうってこうやることももちろん大事なんだけど、ここまで僕は意識してなかったかな。野菜ももちろん多く食べようとかはしてたんだけど、バランスよくとかっていうのはあんま気にしなかった。とにかく太る、ご飯をラーメン丼も山盛りつい食べるし、タンパク質めっちゃ取るし、野菜も食べるしみたいなことで、高校の現役の時マックスで多分ね80キロ近くあって、78くらいかあった、この身長で162しかない、デブじゃんって思うかもしれないけど、まず今はね筋肉がだいぶ落ちちゃって72とか3とか
とか脂肪がついてきて74とかなってきてるんだけど、そんな感じです。高校現役の時はとにかく太って、とにかく体重をつける。そうすることでこういった練習の時で自然と筋肉がついていくと思うし、毎朝ね僕神社まで5キロ走ってたの。そんなことしてたら勝手に筋力は練習してたらついていくから。もちろん食べるだけダメだよ。食べるだけだと太るだけになっちゃうから、練習ももちろん一生懸命やる。休学で一番きつい稽古は何かっていうと100本切り返し1時間1時間かかり稽古この両方のメニュー重なって、さらには重りをつけさせられるな未来モンスター。まあ、あれがシンプルじゃん。100本切り返し1時間するだけなんだけど、めっちゃきつい。だいたい3人1組か4人1組やるんだけど、1人だいたい800本ぐらいかなやるんだけど、だんだん箸が最初に見えなくなったりとか自分で手抜こうと思ったら抜けるんだよ正直。でもその中でも、あ、110本お願いしますって俺が言うと、星子はじゃあ120本お願いしますってこうどん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 多くなっていく。100本でも多いと思ったじゃん。でもそれでももっと強くなりたいから多くしたいとか、かかり長く長くとかやって自分ではめられにいくみたいなことをやってた。日本一って叫んでかかりエクしたりとかっていう感じで、そこにね書いてるけど、楽しみながら強くなるって書いてるよね。でもその楽しみながら強くなるっていうことを乗り越えるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思います。はい、食事の話からちょっとそれましたけど、次の質問いきましょう。面を打つときなどに遠くに飛ぼうとするためにはどうすればいいかって質問ですね。皆さん面遠くに打ちたいですか？面遠くに打ちたい、届きたい。これまずその考えやめてくださいいきなり出間なくじかれるんですけど、遠くに飛ぼうとすればするほど筋力使っちゃうし、無駄な力が使っちゃうんです。僕は面を打つときって 80% ぐらいの力で打ちます。でここから本気で飛んでその8000ぐらいまで飛べるとしたら、変な体勢になっちゃったりするよね。だけど僕はそんな本気で打たないです。今日も多分自虐やってて思うけど、こいつ手抜いてんじゃないかなみたいな感じのところからふわってきたりするでしょ。出が早い。これ打つのには 100% の力で打ってるとなかなか打てない。 100% で遠くに飛ぼう遠くに飛ぼうとするのは NG。 ただ練習トレーニングでは 100% のトレーニングをした方がいいと思う。例えばここの端っこから向こうの端っこまで連続何回でいけるのかことをトレーニングでやるときは全力でやる。全力でやると筋力がつくね。筋力がつくと 80% の力でも自然とある程度距離は飛べるようになる。トレーニングで遠くに飛べるようになって 80% の力で面打ちを打つっていう、これが理想な状態。なので遠くに飛べるようにするためにはっていう答えに関してはトレーニングして左足だけで遠くに行けるような足さばき、足作りをするっていうことがまず。でも剣道になると 100% の力、遠くに飛ぼうとする考えは捨ててくださいっていうのが答え。 OK ですか？じゃあ最後、梶谷先生の剣道って何ですか？また難しい質問じゃんこれいつも僕答えれないやつなんだよ正直答えまだ多分出てないんだと思うんです、これ答えれないってことは。でも僕がやりたいことがどんどんめっちゃあるんですよ。その剣道界でもっともっとやっていきたいこと、挑戦していきたいこと。大体今のそのプロ選手ってなったら警察官だったり教員の方だったりとか、まあそんな人が世界選手権に出てると思うんだよね。でも野球ってどうかな？野球って大体さ、プロ野球選手ってもう野球とにかくやってるよ。プロサッカー選手って警察じゃないよ。そういうところを僕は作っていきたいって思ってます。これから剣道だけしていけば、なんかあんなにテレビ出たりとか観客席でうわーってなったりとか、そういったことをやっていきたいです。まあ正直ね、今そんな世界全然見えないじゃないですか。わかんないから何言ってんだよと笑われるかもしれないですけど、別にいいんですよ。僕も最初日本一になりたいですって言ってた時があって、そんななれるわけないだろうってまあね大分だったら言われてたんですけど、実際高森中学校とか行くと誰も笑わないです。だって全員目指してるから。だから僕もそう言って、いやできるよ、一緒にやっていこうよっていう仲間、一緒に協力してくれる人、応援してくれる人、そういった人たちと僕は今やっていってるんで、ぜひ皆さんもそういった夢目標ってところを持ってですね、叶えていってほしいなと思います。みんな夢目標ありますか？ない？あんまない？ある？はい、そこに県ベスト8って書いてますけど、本当に皆さんがそう思ってるのか、あるいはもっと上目指してる人がいるのか、いろいろいると思うんですけど、夢目標はしっかり持って、別に何でもいいですよ。僕はコンビニの日本一の店員になるでもいいですよ。いや本当に、でも笑われるかもしれないじゃないですか。でも別にそれになったらいいじゃないですか、かっこよくないですか？っていう感じで、なんか夢目標何か一つ持ってるかやってほしいなって思います。最後少しだけ、これ最近聞いた言葉で一つなんかいいなと思ったこともあるんですけど、もし明日1億円あげますって言ったらみんな欲しいですか？欲しいですよね。じゃあ1億円もらったら明日死にますって言われたらどうする？いらないですよね正直明日1億円もらってもそのまま死んじゃうみたいな。っていうことはそれくらいね、明日ってすごい大事なんだよって、明日の価値って1億円以上ありますよっていう話、めっちゃいいと思いません？俺すごいで、ああなるほどねって思いましたはい、なので今をね一生懸命生きて
一生懸命努力して最高に楽しんで頑張ってほしいなって思います。またねこうしてお会いできるように頑張りますので応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行くぞ。こうやってこうフォースになる。そしてこれをもう懐かしいことしてますね。これここに入れて後ろでバッテンをして前に行って後ろで縛る。こんな感じで、これでこれに取りやすいから、はい、前で結んでもいいかもしれない。例えば前でこんな感じで結んで、これ難しいんだよ、こう縛るのが。後ろに持ってきて後ろで肩結びとかでもいいし、リボン結びがすぐ取れちゃうから、はい、どうやったらちょっとこれ取れないかっていうのはちょっと自分でやりながら、はい、これです。はい、懐かしい質問を受けました。休学の重りのやつってどうやって結ぶんですかっていう質問を受けたんで、こうやって結びますっていうの。でこれここ痛いじゃん、はい、痛いから道着2枚着たりとか、あとタオル敷いたりとか、まあ、そんな感じで対処してましたね。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。日本の伝統的剣道正しく世界。今日は一日ありがとうございました。女性でありがとうございました。いや本当に短い話でしたけどありがとうございました。また来れるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで無事ですね稽古会終了いたしました。いやめっちゃ楽しかったし、試合もなんとか優勝できて、まさかの中学校チームで、はい、すごい楽しかったです。またこれからの活躍楽しみにしているのと、来週ね熱海で稽古会があるんですけども、そこにもその中学生チーム今日一緒に出たねメンバーが来るらしいんで、またそこでも盛り上げれるように頑張りたいと思います。ということで本日以上の動画になります。ありがとうございました。